相棒はスリランカコネクトです。本日はスリランカコネクトのメンバーに日本のクイズを出してみました。それでは始めたいと思います。では準備はいかがですか。はい、お願いします。では早速1問目に参りたいと思います。はい、まず第1問、桜はどの季節に咲きますか。4択クイズです。4問あります。春、夏、秋、冬、いかがですか。はい、どうぞ。おお、正解です。これ簡単だったね。これ簡単でしたな。1年以上日本にいればね。まあ一応良かったな。では日本人の主食は何でしょう。1パン、2麺、3じゃがいも、4お米。お、はい、いいですか。まあ、うん、まあね、一応書いた。じゃあどうぞ。はい、次第3問目、ちょっと私の大好きなものなんですけど、はいはい、東京タワーご存知ですか。行ったことありますか。行ったことありますね。一回行ったことありますね。東京タワーの高さは何メートルでしょうか。あらまあ、分かってないけど。あらまあ。4問あります。222メートル、333メートル、444メートル、555メートル。ちなみにスカイツリーは武蔵だから、634メートルです。おー、ありがとうございます。いや、これはさすがにわからないな。おー、まあまあ、これは罰だな。はい、まあまあ、ね、大丈夫です。はい、わかりました。はい、じゃあ、どうぞ。おー、これです。555メートル。お、合ってるね。おっとですね、これは残念です。実は333メートル。あ、そんなもんか。勉強になりますね、東京タワー。じゃあ次が4問目です。今令和ですよね。うん、はい、年号で言うと令和の前は平成。平成、そうですね。平成の前は何でしょうか。1番江戸。平成の前はね。2明治、3大正、4昭和。いかがでしょうか。はい、どうぞ。おお、正解です。そりゃそうですね。昭和が、私は昭和63年生まれって覚えて。あ、そうです。そう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 。僕はなんか、なんかフォームとかなんか記入するとき、なんか平和か昭和か令和三つあります、ね。ますね、ということは昭和はなんか次回という。ああ、そういうことか。消去法です。すごいですね。ちょっとじゃあ二人アニメとか漫画とかは。いや、全然ゼロです。まあちょっとだけ言ってます。ちょっとじゃない。ちょっとじゃない。まあまあ全問。今5問目ですね。5問目。これ多分有名です。未来から来た猫型ロボットで4次元ポケットを持っているキャラクターが何でも出してくれます。うん。はい、だから何それ。嘘。本当本当。1番コナン。2番サザエさん、3番アトム、4番ドラえもん。猫でしたよね。そう、猫型ロボット。ロボットか。体は青いです。お決まりですか。あ、はい、お願いします。合ってるじゃん。合ってる。当
じゃないですか。それで、なんか2番は絶対笹井さんでしょ。そう、絶対。そうじゃないで、はい、1番は何だっけ。1番はコナン、ディテクティブ。ディテクティブ、コナンは全然わからないね、はい、全くわからない。で、3番はアトムも全くわからない。で、4番はドラえもんですね。まあ、ドラえもんは、まあ、ドラえもん、もうよく人気あるものだから消去法ね。消去法。そう、それを書いた。これちょっと気になる。日本、はい、日本の地図に対する問題です。日本って北海道と、はい、島と九州と沖縄とかいろいろ島国ですね、はい、その中で日本で一番大きい島は何て言いますか。1番北海道、2番本州、3番四国、4番九州。はいはい、うん、いかがですか。これ間違えたいや、これはもう大ってことは分かりますね。1と2はない。2と3は何。本州四国。そう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 、ちょっと最近だったことの質問です。はい、12月31日を何と言いますか、はい、日本の言葉で。1番元旦、多分ね聞いたことある。2番節分、3番しあさって、4番大晦日。はいはい、お決まりですか。はい、どうぞ。お、お、分かれた。なんで、はい、じゃあ次に山下さん、なんで3番にしました。あ、なんかしあさってってことですね。しあなんか死ぬっていうことで、年が死ぬっていう。一個区切るから。まあまあ、そうそう。わかんないけど、うんうんうん。ありがとうございます。お願いします。大水は、大掃除するんじゃないですか。12月、例えば1月1日、新年ですね。で、その時は12月31日とか12月29日とかから家を掃除するんですね。お水かなって思ったけど、まあ、全く分かんないですね。では、じゃあ正解は、おおじゃあこれ何かありますか。意味がありますか。なぜ大晦日と大晦日。大晦日、はい、私言ったものですか。じゃあ元旦は分かりますか。いや、全く分かんない。元旦は1月1日。あ、そうですね。が元旦です。はい、で、元旦の元の元。あ、そうそう、元の元。聞いたことあります。そう。で、2番の節分は、2月3日に、鬼は外って豆まきをするんですけど、うん、しますね。けど、それが節分。はい。で、しあさっては、今日、明日、明後日、明後日、しあさって。あ、そういうことですか。明日、明後日、明後日、明後日で。大晦日の意味は、はい、旧暦、昔のカレンダーの月、はい、月様の動きと似てて、まあ、その漢字が月が隠れるっていうのを意味してて、大晦日の味噌、味噌か、味噌かが月が隠れるっていう意味らしくて、まあ、昔はその月が隠れる満月からなくなるところでカレンダーにしてたから、それがあって、で1月1日を新月するとするならば、その最後の日は月が隠れなきゃいけないから、まあ大晦日みたいな感じらしいです。次の質問です。はい、日本の問題です。日本の都道府県わかりますか。うん、わからないです。プリフェクチャーとか、県県、はいはい、千葉、埼玉、東京、大阪で全部でいくつありますか。全部でいくつありますか。4択です。1番23、2番37、3番43、4番47。決まりましたか。はい、
お願いします。おー一緒。おーおお47? 47? うん、なんか根拠とかあります？特に、特になんか4が関わってることは47でしょ。なんか4が関わってることはなんか覚えてますけど、あー4が入ってます。47か43、どちらでしたか、けど多い方が、まあ普通で考えたら関東とか、まあね、そういう風に考えていったらもう多い方は。じゃあ、正解は47です。おー、よかったよかったよかった。もうギリギリアウトから、うん、よかった。ラーメンの上に乗っている白くてちょっとピンク色の渦が巻いているものがあります。うーん、あと分かるかもしれない。食べ物、はい、食べ物です。はい、多分ね、聞いたことあるかな。1番ナルト、2番ちくわ、3番納豆、4番こんにゃく。まあ3と4はじゃないですね。はい、OK。OK ですか？お二人決まりました？はい、ではお願いします。おお、ナルト。え、アシアさんは飲んで。あ、なんかあのナルトアニメの、ナルト名前はそのジュライア先生があのラーメン見てる時のナルトを見て知ってた名前ですね、だからそれから知ってました。これナルトって魚で作るものですか？です、練り物フィッシュペーストですよね。あ、はいはい、じゃあ見たことある。見たことある、うん、まあ、ちくわもフィッシュペーストだけど、そう、ちくわもフィッシュだけど、ちくわはピンクがないですね。ピンクがないです。正解です。おおめでとうございます。あー、よかった。おお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 なったとことがないところ、うん、なったことがないところ、ないところ、うん、1番大阪府、2番兵庫県、3番滋賀県、4番愛知県。これ分からないですけど、はい、全く分からない。私も分からない。アシャンさん知ってますか？知らないです。で、1個ヒント出すとしたら、今4つあった中で大阪はなってます。あ、それは知ってます。大阪はそれは知ってます。お、大阪だったの割と昔ですよ、4世紀。まあいいや。いいですか？はい。さあさあいい？うん。じゃあお願いします。はい。お、3番の滋賀。うん。2人ともブーですね。2人ともブー。4番ですね。4番。愛知ですね。うん。すごいですね。なんで愛知だって思ったんですか？愛知はトヨタに有名ですね。うん。うん、それでなんか、関係があるかなって思ったけど、でも100% 正しいもんが分からないから、まあ、あれ京都にも近いですね。3番目のこと答えは。そうですね。でも3、はい、京都はなったことがありますね。京都はあります。ですからなったことないものは京都があるから、京都にもあったし、奈良もあって、まあ、滋賀はいろいろ、そう、滋賀は分からないから聞いたことないからそこかなって選んだ。じゃあマナーの問題です。はい。日本人の食事のマナーでしてはいけないことは何でしょうか。はい、1番、音を立ててうどんやそばを食べる。いや、まあ、ずるずるずる。うーん。2番、お茶碗を持って食べる。3番、端から端へ料理を渡す。こうやって。4番、おかわりをする。答えはいかがでしょうか。うん、これ簡単です。3番の端。はい、正解です。はい、これ端と端でやるのはお葬式とかですね。
あ、そうですね、骨。骨。骨っていうのかな。まあ、そう、お葬式で骨を振るう際に、ハサミ橋、その橋と橋をやることをハサミ橋っていう橋。それがそのお葬式であるのと同じだから、普段の生活では。なんですね。日本で梅雨がないのはどこですか？梅雨ってわかりますか？聞いたことあります。あります。じゃあ1番、北海道。2番、新潟。3番、沖縄。4番、和歌山。まあ、初めて。これ勉強になるな。うん。はい、はい、お決まりですか？はい、どうぞ。2番の新潟と3番の沖縄、うん、新潟はどうして新潟って沖縄はなんか雨降る、うん、まあスリランカと近いじゃないですか。そうですね、僕はなんか日本となんかちょっと違うクライミットがある場所だと思って、うん、ある場所だもう冬でも、あ、冬でもあのそんな寒くない場所ですので、ね、うん、まあ適当で選んだね。ほとんど大丈夫です、うん、大丈夫。正解は実は北海道なんです。おー、だから北海道雨降らないの？雨は降るんだけど、梅雨っていう季節はない。4月5月の5月6月とあの雨が、うん、いっぱい降りますよっていうのが北海道にはなくて、それはもうなんでかっていうと、北海道の6月は晴れる日が多い、晴れる日が多くて、そうだね、晴れる日が多いから、なんか難しいけど、秋雨前線とかっていう、そういう日本の地形的に北海道ではあまり梅雨が、うん、大阪弁、はい、聞いたことありますか？はいはい、大阪弁でありがとうを表す言葉は1番毎度、2番あかん、3番大きに、4番ちゃうねん。大阪ですね。大阪です。京都だったら、まあ、大きに、うんうんうん、それ知ってますか？まあ聞いたことありますよ、ね、うん、レストランとかに、うん、出る時の、うん、あかんな、これちょっと、そう、ちょっとだ。決まりました？はい、どうぞ。毎度、毎度なんかあかんって言ったんじゃないですか？あかんじゃないですか？聞こえてた、うん、答えはあかんですね。答えはあかん、実はですね、あかんではないんです。毎度でもないんです。正解は大きに、大きに、大きには京都だけじゃないですか？大阪弁、関西弁、大きに、発表します、はい、まずマリットさん、はい、宮殿、おー、聞いて取りました。次、アシカンさん、宮殿です、すごい、勝てるなって思った。すごい、引き分けですね。引き分けでした、引き分けでした。なのでラストもう一問ちょっとやりたいと思います。最後の問題です。はい、コンピューターの HDD、はい、やメモリの大きさを表す単位、はい、ギガバイトありますよね、うん、ギガバイトよりさらに大きい単位はどれでしょうか？1番メガバイト、2番ナノバイト、3番アルバイト、4番テラバイト。これはさすがに、これはさすがに、それはさすがにも私だ、うん、そう、それともまあエンジニアだからね、そうそう、これさすがに私だ、はい、エンジニアですからね。はい、では、はい、答えはいいですか？はい、3番アルバイトです。あれまず、じゃあちょっと先にどうして、まあまあ、全然決まってるじゃん、テラバイトって。あ、そうですか。どうしてアルバイト、これアルバイトって一番でかいじゃないですか、なんか測りがないんじゃないですか。えそうじゃないですか。アルバイトはですね、多分はい、
どこで雇用体系。あ、そういうものですか。はいはいはい。じゃあコンピューターのリスクとか。そうですね。あ、そうですね。はい。あ、はい。職業は。はい。あの実はね、私はアルバイトかなって思いましたので、はい。すいませんでした。はい。よかったです。今日これで大丈夫ですね。あ、大丈夫です。はい、はい。じゃあ今日勉強になりました。ありがとうございます。ということで、アシャンさんの勝利。はい。以上、これで本日の勝者はアシャンさんでした。イエーイ。パチ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 。はい。皆さんは、どうでしたか。日本のクイズもちょっとひねったものも面白いものもあったと思いますが、これからも日本とスリランカの面白い動画だったりいろいろな動画を上げていきたいと思いますので、これからもぜひご覧ください。以上です。そうだわ。はい、マギナマシャン。アペビデオがベロアドガンドラクスーディー。おがめビデオキャンディナン、ライクバレンクリックからおがめコメントタブルラバディナ。ඒ වගේම අපේ channel එක interesting කියලා හිතනවා නම් අපේ channel එක subscribe කරලා අපි අලුත් videos upload කරාම notify වෙන bell icon එක click කරන්න. අපි ඉස්සරහ videos වලදී ලංකා විස්තර ගොඩක් දිගටම ගේන බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ video එකේ හම්බෙමු. ආයුබෝවන්.